どうも、美大生 YouTuber のマイケルです。今回画面がね、真っ白ですね。これはバグかと思いきや違います。はい、こちら。前回何も考えずに描いた版画ですね。こちらをどうやって活かしていこうかについて今回は考えていきたいと思います。それでは、ご覧ください。さあ始まりました。まずはですね、こちらのね、透明の紙を先ほどの絵に乗せて、トレースをね、軽くしていきます。そしてトレースをした上に、その上に重ねる絵をね、考えて、下書きして、この赤いね紙を下に引いてトレース用のこれは複製するための赤い紙なんですけどベンガラシといってこれを上からなぞると赤い印がつくのでそこに絵を描いていきますね。このベンガラシの良いところはですねがっつりその赤くならずに、うっすらね赤い線が出るっていうところがいいところですね。そしてこの過去作品のねライオンの絵があるんですけど、これの続編のような作品をね今回作りたいと思ってデッサンが狂わないようにこの絵を見ながら描いています。で、この下地として扱うことになった最初の版なんですけど、この下地ってものすごく大事だっていうことを僕は美大にいて痛感していますね。というのもですね作品に必要な2つの要素っていうのがありまして、クオリティと個性この2つがとても大事だと思うんですけどそれをねいかにして出していくかの話なんですけど個性というのはですね、自分しか描けないようにマイケルだからこういう絵になるっていう絵柄みたいなものがあるとものすごく強いんですね。こういう独特の下地の使い方とかすごい細かいことでそういう個性っていうのが出てくるんですけど、クオリティに関してはその辺にいる人たちよりは絵が上手い自信があるのでクオリティは出せるということは個性をねどうにかして出していきたいっていう話になるんですけどこういう下地とか重ねてみたらいい感じの個性が出るんじゃないかなという挑戦を今回はしています。でもこの下地から得たインスピレーションでどういう構図にしていくかっていうのを考えながら筆を動かしています。でもこの版画に使っているこの墨はですね油性の油性の墨でしてこの油性の墨がアルミの版と反応してインクがくっつくようになっているんですね。つまりこれは版画用の墨ということになっています。はい、そしてライオンちゃんの顔を描いていきます。この辺結構慎重にね描いています。消しゴムとかがないので一発が気になってしまうのでデッサン狂いがないように慎重に筆を動かしています。服のね布と腕と顔っていう3つの部位に分かれているんですけど布は結構大雑把に描いて大丈夫かなっていう感じであとは慎重に顔と手を描いていくっていう仕組みですね。おおらかな調子と繊細な調子っていうのがバランスよく組み合わされているといい絵になるんじゃないでしょうか。はい、ということでざっくりとね線が引けました。この次にですねこの引いた線を整えていくという作業になりますね。つまり線のクオリティをちょっと上げる作業になります。ここからはただひたすら描いていく作業になりますね。で、今回布と手とライオンちゃんの顔っていうモチーフがあるのでその3つのね質感の差が出てくれるように意識して描いていきます。このライオンのなんていうんですかね縦紙の部分はつぶつぶした質感を乗せてそして手の方は肉感というか人間の手になっていますね。このライオンの体ライオンの顔に人間の手がついているってちょっと不気味な設定になってるんですけど肉感みたいなものがね出るように描いていきます。でも実際の近くで見るとこんな感じですね。結構太めの筆ではあるんですけどこの画面の大きさによって筆の大きさとか変えたりしますね。やっぱりその大きな画面っていうのは結構大雑把な調子っていうのがいい感じに見えてくれる節があるのでそういうことを考えつつ、これくらいでいいかなっていう感覚を常にその精査する感覚みたいなこれはこれでいいなっていうのを冷静に捉える目をずっと持っているっていうのが大事ですね。俯瞰で見る感覚みたいなのがすごい大事になってきます。
まあ、あのいつも描いてる絵を描くときにいつもだとこの感じだろうみたいな、その毎回使ってる感覚みたいなのあると思うんですけど、それとはまた違って俯瞰で見て今回の絵にはこれでいいなみたいな、そういう感覚を毎回大事に描いています。はい、俯瞰で見るとこんな感じ、布のねバサーっていう感じ、なんとなくその明治時代とか昔の日本画っぽい布の漫画チックな描き方の先駆けだと思うんですよね、こういう線で捉えるっていうのは。スピード感のある表現を今回は目指して布を描いております。ということでこういう感じになりました。上からじっくり見ていくとなかなかねかっこいい線が引けているんじゃないかと思います。今この上にさらに2半くらい3半4半重ねて、その半を全て重ねてやっと1枚の絵が完成するという感じにしていこうかなと思っています。まあ、版画のね面白みといったらやっぱり半を重ねて1枚の絵を作れる、それが量産できるっていうことなので、この下にねさらに半をいっぱい作っていくので、それを楽しみにしていただければと思います。ということで今回の動画はこちらで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バーイ。